はい、皆さんこんにちは、テントの春日です。今週のテント第6回目ということで、今回はこちらを作っていきたいと思います。こちらですね、旗をしますと、このようにマウスの方向に向かって回転します。そしてマウスをクリックすると、このように弾を発射するというような、シューティングゲームとかに使えそうな、この弾を発射する装置を今回は作っていきたいと思います。はい、それでは、新しく作る画面に移動したので、早速作っていきたいと思います。それではまず、弾を発射するね、回転するスプライトを選びましょうか。では猫を開けしてスプライトを選びます。では何から発射するようにしようかな。これは何でも大丈夫なので、好きなのを選んでください。お、なんか、この木とかちょっと回転させたら面白そうなので、僕はこれにしたいと思います。それでは、スプライトが選べたら、早速回転するようにしましょうか。なので、旗が押された時に、回転するのなんですけども、あれはマウスの方向に向いていたので、この動きのマウスのポインターへ向けるというブロックを使います。それから、これをくっつけるだけだと、旗を押した時にね、その方向を向くだけなので、ずっとマウスのポインターへ向けるようにします。こうしてあげると、このようにマウスのポインターに向けて回転します。が、今なんかおかしいですね。何がおかしいかというと、この木なんですが、コスチュームを確認してみると、このコスチュームというのはですね、この向きでいう右側を向いている時のコスチュームなんですね。90度のところを向いているコスチュームになっているんですが、今この木が右側を向いているけど上を向いているみたいな、そういう状態になっています。なので、じゃあ右側が向いてるときはどういう風に向きにしてあげるのかっていうのをここでいじってあげます。なので、この選択ツールで全体囲むようにしてあげると、このように全部を選択することができて移動とかできるので、そしたらここの下のね、なんか回転するような矢印を掴んでぐるっと回してあげます。するとこのように今90度向いてるんですが、ちゃんと右側ね、90度を向くようになりました。なのでこれで、それからこのコスチュームっていうのは、わかりますかね、ここの小さい目印があるんですけど、拡大したらいいかな、このように拡大しても変わらない。はい、このなんか十字のバッテンになっているところがコスチュームの中心というふうになっていて、ここを中心にコスチュームが回転するようになります。なので、どこを軸にして回るかっていうのをちゃんと決めてあげましょう。例えば、ここにして動かしてみると、このように今、中心にした場所、このあたりですかね。ここを中心にして、マウスの方向に向くようになります。それから、このギリギリの木の付け根みたいなところに中心を置いてあげると、このように中心を軸にして回転するようになります。なので、ここは、自分の作りたいように中心を決めてあげてください。では僕はもうちょっとね、内側にずらしてあげて、これくらいかな。これくらいにしてみます。あと、ちょっと大きさが大きいので、もう少し小さくしましょうか。はい。これくらいにしてみます。それから、今ちょっとね、なんか右上に移動してるので、これはお好みなんですけども、僕はステージの中心にこの発射装置を持っていきたいと思います。こうしてあげると、このようにステージの中心でマウスの方向に常に向くようになるというふうにできました。では次に弾の方を作っていきたいと思います。なので弾となるスプライトも選びましょう。弾は何がいいかな。さっきはね、なんか魔法の杖みたいなものから雷を発射していましたが、どうしましょうか。なんか僕ね、よくバナナとか飛ばすのが好きなんですけど、今回もバナナにしてみたいと思います。動画では飛ばし、バナナ使ったことあったかな。フルーツキャッチで使ったかもしれないですね。
ですが、今回はじゃあこの木からバナナが飛んでいくようにしたいと思います。それで、バナナなんですが、今この発射装置に対してこのバナナだと、このバナナの大きさだと少し大きそうなので、これも小さくしてあげます。うん、まあまあちょっと小さくしすぎたかもしれないですが、ちょっとだけ大きくしましょうか。40くらい、うん、これくらいでいいですかね。ではこのバナナが飛んでいくようにしたいと思います。で、じゃあまず旗が押された時に何か動くようにするんですけども、さっきはクリックした時にその方向にバナナ、玉が飛んでいくようになっていたので、それで玉はさっきの例だとなんかたくさん飛んでましたよね。なのでそのたくさん飛ばすのは制御の以前やったこのクローンというのを使っていきます。自分のコピーを作るブロックですね。これを使ってマウスを押した時にまずクローンを作るようにします。発射する弾を作るようにということですね。なので、マウスが押された時に弾を製造すると、マウスが押されたらクローンを作る。それからこれだと旗が押した後ね、1回だけしかマウスを押されたかっていうのを確かめてくれないので、ずっとも入れます。はい、こうしてあげるとマウスを押したら、はい、今分かりづらいですが、一応このバナナをねどけてあげるとこのように発射される弾が製造されました。それから、次にこの弾がね飛んでいくようにしましょうか。なので飛んでいくのは今クローンなので、じゃあクローンされた時にその方向に飛んでいくようにします。なのでじゃあクローンされた時、まずこの発射装置の向きへ向けてあげましょう。その方向に飛んでいってほしいのでね。なのでこの90度に向けるというブロックを使うんですが、じゃあここの角度はどうするかっていうと、調べるのところからこのステージの背景をなんかここから移動するとステージのバックドロップになりましたが、背景のことですね。このようなブロックがあって、ここをですね、この僕の場合発射装置がトゥリーズ、木ですね、これがあるので、これに変えてあげるとトゥリーズ、発射装置の向きというのが取ることができるので、これを使ってこの発射装置の向きにまず向けてあげます。それから、その向きに向けたらこの10歩動かすというブロックを使います。これを使ってあげると、今向いている向きに動くようになるので、これで飛んでいくかというと、まあ、まだね飛んでいかないですね。これだと1回10歩動かすだけなので、じゃあずっと10歩動くようにしましょうか。するとこのようになんか発射装置に向いている向きに飛んでいくようになったんですが、まだこれだとねなんか変な場所から発射されてますよね。なのでちゃんとこの発射装置から発射されるようにしましょう。なのでクローンされた時に向きに向けてあげて、それから発射装置の場所へ行くようにします。なのでまあちょっと今お腹が鳴ってしまいましたすいません。はい、トゥリーズへ行くというふうにします。するとこのように発射装置から弾が発射されるようになりました。どうですか。一回もう一回止めて動かしてみますね。これで発射装置から弾が発射されるようになりました。そしてなんか今それで発射されるようにはなったんですが、何かおかしなバナナがいますね。一つこれは、バナナの本体なんですね。今飛んでいってるのが分身なんですが、その分身を作る元になっている本体がここに残ったままになっているので、じゃあ本体の方は隠してあげます。ですがこれだと本体隠れて、その隠れたものはね分身作ってしまっているので、じゃあ分身の方は表示すると、こうしてあげると本体は隠れていて分身はちゃんとね表示されて飛んでいくようになりました。そして、まだ直す場所ありますね。何かというと今バナナがなんか端っこの方でじわじわと動いているような、そうですね、ステージに弾が残ってしまうので、じゃあ
このステージの端っこに触れたら弾は消すようにしましょうか。なので、もしもステージの端っこに触れたらなんですが、そのステージの端に触れたというのはこのマウス、調べるのはね、マウスのポインターに触れたというブロックが、ここを端に触れた、この端というのはステージの端のことです。これに触れたら弾を消す。この時に、隠すでもいいんですが、隠すだとそのクローンをが実は消されたわけではないので、弾の数に制限ができてしまいます。以前ね、クローンは作れる数が決まってるよという説明をしたんですが、そこにね到達してしまうので、端に触れたら隠すのではなくクローンを削除するようにしましょうか。こうすると無制限に弾を撃てるようになります。なのでこれをクローンされた時の中ですね、ここに入れてあげると、このように発射した弾が飛んでいくんですけど、ステージの端っこに触れると弾が消えるようになりました。というようにこれで、弾の発射装置ができました。ですがね、まだ直すとしたら、なんか木のこの根元というか、ここからねバナナが発射されてしまっていますね。これはなんでかっていうと、まずバナナの中心なんですが、バナナの中心というのは、ここにあります。ここですね、ここが中心になっていて、実はここがこの座標の、基準点というか、ここの位置がこの座標の位置になっているんですけども、このバナナは今このツリーズへ行くというふうになっていて、ツリーズの座標っていうのはどこかというと、この木はね中心点がここになっています。今見えましたかね。今この見えているここですね、ここが中心点になっているので、バナナがここへ行って飛んでいくようになっています。なのでこれをどうしてあげるかというと、バナナの、座標の基準の位置をちょっとずらしてあげます。このように今ね、このバナナは右向きの時なので、木がここにあるっていう風に、ちょっとそれやりましょうか。この木のコスチュームをバナナの方に移して、バナナが木になってしまいましたが、このコスチュームを選んでこのコピーをしてあげて、バナナの方のコスチュームで貼り付けという風にしてあげると、このようにバナナと木が一緒になるんですけども、この木というのはだいたいこの辺りでしたかね。それに対して、それに対してですね、ちょっとグループ化というのでひとまとめにしたいと思います。今、木がこの位置だったんですけど、さっきバナナの中心点はこの辺りだったので、こういう位置関係になるんですね、同じ場所にいると。木とバナナが一緒の位置にいると。こうなってしまうので、じゃバナナは、この木に対してどれくらいの位置にあったらいいかというのをここで調整してあげます。なのでじゃあこの辺りから発射されたいということでしたら、こういうふうに移動してあげて、この木は消してあげます。するとどうでしょう。押してあげるとこのようにこの辺りから発射されます。あと少し細かいことですが、この木とね、木の大きさとバナナの大きさが一致していないと、またそれで位置関係がずれたりするので、そのあたりはちょっと微調整しながら自分でいい位置を見つけてみてください。僕も今ね50と40で大きさが違っていましたが、まあなんかいい感じになったので、このままにしたいと思います。それから、発射される位置は直りましたが、今このマウスを何ですか、長押しするとこのようにもうザラーってすごいたくさんの弾を発射しますね。もちろんこれでもね面白いと思いますけど、もしも1回クリックしたら1発だけ弾が発射されるっていう風にしたい場合には、今はねこのマウスが押されたというのがずっと繰り返されているので、押していたらこのように発射されてしまうんですが、ここにですね、このマウスを押したら分身作ってマウスを離すまで待つようにしてあげます。
なのでこの制御のところにですね、なんか何々まで待つというブロックがあるんですが、これを使ってマウスを押してそこで弾を発射したらマウスのボタンを離すまで、ここのねずっとが繰り返されないようにします。なのでここにまずクローンを作ったら何々まで待つと、そしてじゃあマウスを離したまで待つというのはどういう風に作るかというと、先ほどマウスを押した時というのはこのマウスが押されたというブロックを使っていましたが、マウスを押してないなので、プログラミングではこれを否定してあげる形にします。ではないですね、演算のところにではないというブロックがあります。これを使ってこのマウスが押されたではないという風にしてあげると、これはマウスを押していない、マウスを離したみたいな意味になります。なのでマウスが押されたではないまで待つという、ちょっとね日本語的になんか変な感じがしますが、こうしてあげると、1回クリックする、1回のクリックごとに1発の弾が発射されるという風になりました。ですがね、さっきのすごいもう連射できる状態でも面白いと思うので、ここも好きな方を選んでください。これを外してあげればこのようになるので、はい、ではね、今回このように、弾を発射する装置を作ってみましたが、これを使って何かシューティングゲームとか、それから、もっとね他の別の作品でもし使えるようでしたら、よければ使ってみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったと思ったら高評価を押していただけると嬉しいです。それから、この動画を投稿しているテントチャンネルの方も、もしよければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた来週会いましょう。皆さんさようなら。バイバーイ。